フェアリーズビル、オハイオ州、フェアリーズビル、メリースビルは、アメリカ合衆国オハイオ州中央部に位置する都市、同州ユニオン軍の軍庁所在地である、州都コロンバスの北西25マイル、約40キロメートルに位置し、180万人の人口を抱える、同市都市圏内の郊外都市の一つとなっている。市の人口は22,094人、2010年国勢調査、 2000年国勢調査時より38.6%増加している。メアリーズビルはコロンバスト市県、ひいてはオハイオ州中央部における産業の中心地としての役割を担っている。ホンダ技研工業のアメリカ法人、ホンダオブアメリカはメアリーズビルに2社及び4輪車の大規模な工場を有している。この工場の存在は 1970年代から1980年代にかけてアメリカ合衆国東部、中西部のタトシガノキナ衰退し、その地位を下げていく中にあっても、コロンバス及びその都市圏が高い成長を続ける要因となった。また、ネスレのアメリカ法人が研究開発センターを置き、世界的な芝生、園芸用品メーカーであるスコッツミラクルグローが本社を置くなど、メアリーズビルには、 全米規模、世界規模で事業を展開している企業が集まっている。1805年、ジェームズ・ギャロウェーラはこの地を初めて探索した。その後1816年に、サミュエル・ W ・カスバートソンはこの地に町を創設し、娘のメアリーの名を冠して、メアリーズ・ビルと名付け。翌1817年には、スイス系のエイブラハム・アムリンが、現代のメアリーズ・ビルの中心部から北へ、 約2マイルの地点に移入し、この地における最初の定住者となった。1820年にはメアリーズビル最初の区画が敷かれ、1824年には最初の郵便局が開局し、1828年には東端に最初の学校が建てられた。オハイオ州議会によって軍政が敷かれると、メアリーズビルにはユニオン軍の軍長が置かれることが決まった。 記録に残っている最古の軍議会は1820年に開かれた。ユニオン軍の最初の地方裁判所長者は1835年から1840年にかけて建てられた。初期のメアリーズビルの著名な住民には詩人のオートウェイ・カリーがいた。カリーが1840年に発表したログキャビンソングマルタ小屋の歌は同年にウィリアム・ハリソンが 大統領選挙にいて繰り広げたログキャビンキャンペーン、マルタゴヤ選挙運動のもとになり、大統領選挙でのハリソンの勝利につながった。その後もメアリーズビルはゆっくりと、しかしペースを早めながら成長していった。1840年には正式な村となり、1843年には人口360人を数えた。1846年にはメアリーズビルには、 京界道二棟、私立学校一校、新聞社一社、及び店舗三棟が建っていた。1860年の国勢調査では、メアリーズビルは人口849人を数えた。インフラ整備も進み、1845年には消防局が消防用はしごを購入し、1849年には軍の診療所が認可され、1865年には村は、 消防車を購入した。また、1860年代中盤には製粉所や、軽ート工場も建てられた。1877年には、市庁舎の建設が議会で可決され、翌1878年に、議場の他公立図書館、消防局、刑務所を併設した庁舎が完成した。1888年には、メアリーズビルの街には、並木道が通り、ザシエイデドシティ、 木陰の町と呼ばれるようになった。1890年の国勢調査では、メアリーズビルの人口は2810人を数えた。20世紀中盤以降は、メアリーズビルは産業の中心として発展を遂げていくようになった。メアリーズビルにおける産業は19世紀中盤にはすでに起こっていたが、全米的。 内し世界的に事業を展開する企業を誘致し、本格的に発展していったのは、第二次世界大戦後のことであった。1948年、ネスレのアメリカ法人は、メアリーズビルに研究開発センターを設置した。1979年には、ホンダ技研工業のアメリカ法人、ホンダオブアメリカが、メアリーズビルに最初の工場を建設した。産業の発展に伴って、 近代的なインフラも整備された。1952年には市内にユニオン軍記念病院が建てられた。1967年には市南東部にユニオン軍空港が開港した。ホンダオブアメリカの工場が建てられると市内を通る国道33号線は拡幅され、4車線の高速道路規格になった。また人口もメアリーズビルの産業の発展に加えて、 コロンバス都市圏全体の高い成長も相まって都市圏北部のダブリミアデラウェアなどと同様に急激な伸びを見せている。1970年の国勢調査で5744人であった人口は1980年には7403人、1990年には9656人、2000年には15942人。 そして2010年には22,094人を数え、40年で約4倍に増加した。メアリーズビルはに位置している。市は州都コロンバスの中心部から北西へ約 40km に位置しており、同市が属するフランクリン郡を中心に8郡に、またがるコロンバス都市圏に含まれている。アメリカ合衆国国政調査局によると、 メアリーズビル市は総面積 40.84km15.77 未である。そのうち 40.64km15.67 未が陸地で 0.2km0.1 未が水域である。総面積の0.49%が水域になっている。メアリーズビルを含むコロンバスト市圏の気候は内陸性であり、夏は 湿気が多くて暑く、冬は乾燥して寒い。欠片の気候区分では、温暖湿潤気候、CF と赤単体湿潤気候、DF のほぼ海鮮上である。詳しくは、コロンバス、オハイオ州気候を参照のこと。メアリーズビルは、市長制をとっている。市長は、全市からの投票で選出され、その任期は4年である。市長は、市政の最高責任者であり、また、 市の行政実務の最高責任者となる市行政官を任命する責めを負う。市行政官は市長及び市議会の決定した政策を実行に移し、市長に報告する責任を負う。また、市行政官は市の戦略的計画、財務管理、及び全種的なコミュニケーションにも責任を負う。市行政官の管轄下には、技術、財務、消防、人事、情報技術、 警察、公共サービスの7つの部門があり、市行政官はこれらの部門の日常実務を調整する役割も担っている。市議会は7人の議員からなっている。市議員は市を4つに分けた、選挙区から各1名ずつ、及び全市のワイルドカードで3名が選出され、その任期は4年である。市議会は、市の条例の採択、予算の承認、市の政策、 規則の制定、姿勢上必要となるプログラムの承認、及び公共衛生、治安の維持に責任を負う。市議会の議長及び副議長は、それぞれ7人の議員の中から1人ずつが選出される。市議会には、財務、公務、公共安全、公共事業の4つの委員会が設けられており、必要に応じて開かれている。市議員は1つ以上の委員会に所属している。 また、これらの委員会の枠内に収まらない事象が発生した等、必要となった場合には、市長は特別委員会を設ける権限を有している。メアリーズビルは、ホンダオブアメリカが生産拠点としている地である。同社は1979年にメアリーズビルに二輪車の工場を、ついで1982年に四輪車の工場を建て、日本の自動車メーカーとしては初めて、 アメリカ合衆国での生産を始めたメーカーとなった。市の中心部から北西へ約1 0トルに立地するこの工場では建てられた当初はアコードセダンのみを生産していたが、現在ではアコードセダンに加えてアコードクーペ、アキュラトルコリラおよびアキュラ RDX が生産されており、その生産能力は年間44万台に上る。現在、 同社はメアリーズビル及びその周辺に4つの工場を持ち約1万3000人を雇用するメアリーズビル最大の雇用主となっている。また同社はオハイオ州立大学工学部と提携し、産学共同で技術研究及び学生の教育に当たっている。ホンダオブアメリカのほか、メアリーズビルにはネスレのアメリカ法人が1948年から 研究開発センターを置いている。市中心部の南西に立地する、この研究所では、即席飲料の研究開発が主にやれており、コーヒー、アイスクリームコーティング、菓子、七地製クリーム、乳成分調整などの研究も行われている。また、1868年に、種病製造会社として、メアリーズビルで創業し、現在もメアリーズビルに本社を置く。 スコッツミラクルグローは現在では全世界で80兆ドルもの市場を抱える産業となっている芝生、園芸産業のリーディングカンパニーとなっている。メアリーズビルを含むコロンバス都市圏の第一空港はコロンバス市東部に立地するポートコロンバス国際空港 IATA-CMH である。メアリーズビル市中心部からは国道33号線と 週間高速道路 I-270、I-70 の視線で、コロンバスの環状道路を経由して南東へ約6 0トルの道のりで、車では所要約40から45分である。メアリーズビル市内、市中心部から南東へ約1マイル、1 6トル）にもユニオン軍空港、IATA 空港コードなしがあるが、こちらはゼネラルアビエーションと呼ばれる、主として、 自家用機やチャーター機等の発着に使われる小規模な空港である。国道33号線はコロンバスの北西に隣接するダブリン市内の I-270 合流分岐点から北西へメアリーズビルを通ってベルファウンテンまで4車線の高速道路規格になっており、コロンバス都市圏における放射線の一つになっている。メアリーズビルでは 同線は市中心部の北をバイパスしている。同線沿い、メアリーズビル中心部とベルファウンテンのほぼ中間点付近には、ホンダオブアメリカのメアリーズビル工場が立地している。メアリーズビルにおける公教育は、メアリーズビルエグゼンプテッドビレッジ学区の管轄下に、ある公立学校によってまかなわれている。同学区は小学校、幼稚園マイナス4年生6校。 中等小学校5から6年生1校、中学校7から8年生1校、及び高等学校9から12年生1校を有し、約5000人の児童、生徒が在籍している。同学区は幼稚園マイナス6年生までの小学生を対象として読み書き能力を向上させる総合プログラムを実施しており、その一環として学区内の各小学校、中等小学校は、 オハイオ州立大学と学区が共同で行っている、リテラシーコラボレーティブというプログラムに参加している。また、メアリーズビルには、公立学校のほかセントジョンズルーサランスクール、幼稚園マイナス8年生及びトリニティルーサランスクール、終焉前マイナス6年生という、2校のルーテル教会系の私立学校がある。メアリーズビル市内には、高等教育機関はないが、 コロンバス都市圏には、オハイオ州立大学、コロンバス市をはじめ、オハイオエズリアン大学、デラウェア市、デニソン大学、グランビル村、オダーベイン大学、ウェスタービル市といった複数の4年生大学がキャンパスを構えている。以下に、メアリーズビル市における1860年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。メアリーズビルは、以下1都市と、 姉妹都市定携を結んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。